フィル・ハリソンは、イギリスの技術者、経営者である。世界的な成功を収めた、プレイステーション戦略立ち上げの主要メンバーとして、活躍した。2008年ソニーを退社。15歳の時、グラフィックアーティスト兼アニメーターとして、初めてゲームの開発に関わる。1992年、ソニーエレクトロニクス・パブリッシング・リミテッドに入社。以降、 シアでの研究開発、C 制作部門の責任者を歴任。2000年の E3 においては、プレイステーション2の技術でもお風呂に浮くアヒルちゃんを実演。2005年の E3 においては、プレイステーション3とその周辺機器愛という実演。また、この実演において、彼が日本語を話せることが明らかになった。彼のソニーでの初期の仕事は日本語の書類を英語に、 翻訳することであった。2005年9月、新たに組織された、ソニーコンピュータエンターテインメントワールドアイドスタジオの初代プレジデントに就任。2007年、オンラインサービス、ホームの構想を発表し、開発を主導。2008年2月29日付で同社を退職した。ホームは、ハリソンの退社後に、プレイステーションホームの名で提供が開始された。 2008年3月、当たりの親会社であるインフォグロムスエンターテイメントの社長に就任。2012年、マイクロソフト所属。2015年、マイクロソフト退社。電撃オンライン、2006年、プレイステーション3が知りたい。イティメディア、2007年3月8日、3D オンラインコミュニティ、ホームで実現する、ゲーム3.0。 w w s 社長フィル・ハリソン式長公演、c、プレスリリース、2008年2月25日、スワールドワイドスタジオ人事のお知らせプレスリリース、ユーロネクスト、プレスリリース、2008年3月3日、ユーロネクスト、プレスリリース、フィル・ハリスン2。リーブ・マイクロソフト・ハット・ゲーム・スポット・ジャパン、2008年2月25日、スワールドワイド・スタジオ・プレジデント。 フィル・ハリソン氏大社 GDC2008 年2月22日 We スポーツこそ真の次世代ゲームハットインガジェット・ジャパニーズ2007年2月28日ソニー振動は全世代の機能値下げ圧力は感じないハットインガジェット・ジャパニーズ2007年2月28日ソニー振動は全世代の機能値下げ圧力は感じないありがとうございます